わうわうわなんで体勢がいい漁師進めないよな揺れるよ揺れるよ届きしないもんうすごいマジでおはい、はい、皆さんこんにちはありがとうドリブル塾です、はい、今日は何今日は神戸の Vlog 撮りますイエーイ危ない危ない危ないイエーイなんか最近旅系 YouTuber だってVlog がいろんな場所行くことが多いさ確かに、ね、せっかくだったら、うん、その場所のいいところを回っていこうじゃないかと俺らなりにねそう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 確かに確かに俺は今日ホテルで仕事しておくつもりだったけどはいはいはいなんか急遽ちょっと呼び出されて張り出しました何なのかマジで今知らない状態なのでどこに連れて行かれるか分かんないですけど、はい、今日はしょうちゃんの神戸ぶらり旅に付き合ってもらいます神戸の人じゃないのにいやあのねインスタで神戸のいいとこ教えてっつって、うん、やったらみんなからたくさん来て情報がねすごいねそれを僕があここがいいなみたいなはいはい、はい、っていうのを調べてきたんで今日はそこに行きたいと思いますなるほどね私たちまだ飯食ってないっていうことでそうお腹すいためっちゃ軽く今日何も食べてない軽く軽食食いながらその場所に向かっていこうかななるほどねそこからもアテンドしてくれるんだもちろんですアテンダーだね今日はどうも神戸のアテンダーですはいということで一つ目の場所ですね暑くない今日暑い見て鬼暑い天気がすごい天気ここはどこなのちなみにここはですね B 神戸 B 神戸 B 神戸って言います神戸になるはいでサステクのスタバが見えますこれは行きたいこのおしゃんなスタバ行きたいちょっとおしゃスタ行きましょうかシャスタおしゃスタほらドアがテクイやんドアテクイなドアテクイやん開け方教えてここのウィンガーディアムレビオーサー魔法かけるわけね魔法かけないマスクちゃんとあ、はいはいうわ、俺マスクどこ行ったそう、あ、いいですか、すいません助かりますごめんなさいちょっと車に忘れたなと思ってすいません、ありがとうございますいい逆に、ありがとうございますすいませんこれがスタバですよもう、噛みたいロゴとか入ってたらいいですねあとでシール貼っときますはいはい抹茶クリームフラペチーノうわはい、サステク抹茶ねじゃあ僕はスターバックスラテのアイスでグランデサイズですはい僕は、さっきの抹茶クリームフラペチーノでチョコレートチップ追加でチョコソース追加ではい、うん、あと、粗挽きソーセージパイ粗挽きソーセージパイ俺も食べたいこれもいいですかすいません、お願いします来ましたはい、これで決めますこうなってからもう一発、最初あげるホットコーヒー何ですかそれこれおじいちゃんが怒っちゃダメなんですよ、怒ったら負け怒ったやってアプリですか、はい、アプリですぜひやってみてくださいうちの子めっちゃ喜ぶうちの子アプリの名前なんだっけ？おじさんおじさんゲームおじさんゲームおじさんゲームお願いしますはい、ありがとうございます僕からお出ししますありがとうございますうわー、最高の神対応だねちょうどついてるねついてますね、運がありますよいやもう完全に散るってますね散ったここまではめっちゃいいよお、いい感じうんしょうちゃんぶらり旅アテンドいいですということで、じゃあ次の場所まで時飛ばしはいということで来ました六甲山アスレチックパークですいやーここ面白そう、はい、なんかちょっとチラッと見えたけどそういう系ねシルクドシルクロードさんがいますよシルクドレソレシルクドソレイユちゃんいやいやいやフィッシャーズ関係そう気持ちやな、ね、YouTube で見ましたよフィッシャーズの YouTube ぜひやりたいと
アスリートチャレンジ、うん、那須川天心もやってた。あでもめちゃくちゃ面白そう。これいいね。これをちょっと今日は体験しようかなと。こちらのチケットで楽しんでいきたいと思います。この量、この量えぐいやろ。だからいつもあんな真っ白なんだな。日焼け止めで白くなるタイプ。これに挑戦します。うわーすげえ楽しそう。結構これでも結構難易度高くない？高い。みんなやってるから。俺らアスリートやん。アスリート。いや落ちないっしょさすがに。さすがに落ちない。うわーこれ楽しそう。これこれ絶対面白いわ。これ面白い。絶対面白い。これだからいろんな各ステージがあるから、うん、何個成功できるか、うんうんうん、もうパーフェクト目指しましょう。トレシュ持ってきたんで。サステクです。ブレイディ。はい。いいの。いやこれは大丈夫。濡れるよ。これは大丈夫。大丈夫。大丈夫。いやウィナーズの視聴者に会いました。今から一緒に調整します。いや結構落ちてる。いや結構落ちてる。みんな見て見て見て。いやこれむずいよ。いやいける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 。一回ちょっとやってみて最初。あ俺が、うん、お手本見せて。しょうちゃんの挑戦来ました。いけるよいけるよ。応援されてる応援されてる。あ滑るわもう。大丈夫大丈夫。この視点で行っていい。いいよ。うわ滑ってる。うわ滑ってる。うわそんな滑る。これちょっと滑りすぎじゃない。ちょっと変わろう。これ落とす作戦やろ。お願いします。いやもうこれ滑るわ。行こう行こう行こう。滑る。滑るって。じゃあマジで滑る。滑るよ。進めないよな。わあ来た。いやーこれは滑る。これ無理。マジか、はい、速攻や俺。これ多分靴だよ靴。ちょっと滑るって靴。嘘でしょ。モレリア。いやこれ無理やぞ、はい、モレリアいい。モレリア。うわもう怖くない。もう怖くない。失うものはない。オッケーオッケー。うわ濡れた。いきますね。いや両方 OK です。両肩。なるほどね。これは何。これはゆらゆら揺れる無限の輪。あ痛い。痛いんだ。これ気をつけない。痛い。これ次ちょっとむずいよ。これはいけるのか。ちょっと滑るんだよ。大丈夫いけるよいけるよいけるよ。よっしゃいった。落ちれ落ちれ。俺と仲間になってくる。あうまい。なんか小刻みタイプ。もうちょっともうちょっと。うえお美女の皆さんから拍手いただいてます。続いてのステージですね。こここれ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 。いやこれまあまあむずいと思う。これ落ちたらやばいから。落ちたらやばい。落ちたらやばい。そのプレッシャーあるから。まあまあまあ。これ GoPro 持っていくの。GoPro 落とさないでよ、はい、落とさないでよ。落としたらもう OKOK 弁償で。いいよ。お願いします。いやこれ落ちる人いるからやっぱ落ちないように頑張って。いい体勢がいい体勢がいい。両親あれこれやったことある。これ過去にやったことある。どこいしょ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 よいしょ。次はターザン。ターザンですね。これは簡単でしょ。これは簡単。これは簡単です。これはショウちゃん不戦勝です。スピードよ大事なのはスピード。走っていける。あ両方踏みながらいける。あそうまっすぐだけどね両方踏みながらいけるんだね。
はい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 。あ、なるほどね。うわうわ、なんでなんで両足いった。すごいすごいすごい。いや、これそういうそういう渡り方ではないでしょ。間違った、間違った、分かる、渡り方してるよ君。これに挑戦していきます。本当のこれ意味なしてないです。いいよいいよいいよ。あー、すね、すねった、すね、気をつけて。まあ余裕やな。続いてこれはなんだ、綱渡り。さす無理か、さす無理か、そういう感じ。使い方おかしくない。いい調子よ。これ俺いらないかも。いらない。あ、じゃあ回収しようか。それそれ回収しようか。いいね。はい、釣られた丸太を渡って行きます。はい、これもさっきと同じようなもんだね。分かれるっていうことね。あはい、来てよ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 。さあ、こっからこっからです。はい、立て直して立て直して。おー、危ない、危ないよ。柔らかい柔らかい。やっぱここで体の柔軟性生きてくるね。生きたね、生きたね。うわ、オッケー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 。よしよしよし。ここもまあまあいい、あれじゃない、難易度ポイントじゃない。これね、うん、ルール的には、うん、掴んで踏むに、うん、余裕だから、うん、足いりません。足いらない、足いらない。あ、手で行く、手だけ。あ、すごいね、手だけで行く。お、自ら難易度を上げる男。お、手だけでいった、手だけでいった、手だけでいったよ。うん、すごい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 。足使ってない、足使ってない。足使ってない。おー、素晴らしい。すごいね、パワー。自ら挑戦を仕込む男。うわあ、でもいい挑戦、いい挑戦。子供と大人の違いを見せる。悪い悪い大人。丸太は嘘やろ、丸太は言い過ぎでしょ。うわー、さすが、おもんない、おもんない。チャンネル登録かかってます。チャンネル登録、はい。うわー、やったー、完全にやった今。はい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 、はい、うわー、おーおーおー、勝手に落ちたよ、勝手に落ちたよ。どうしたどうした。いやー、やっぱ優しいね、優しいね。体張りましたね、体張った、うん、チャンネル登録よりもよりも、おー、すごいすごい、おー、クリアした。うわー、そっくりこれは。子供に負けてますよ。なんで？なんでなんで？子供に負けてますよ。もう一回やったるわ。おーおーおー。うーわー、見て。これがっつり失敗したしたよ。はい。濡れ濡れ濡れの男です。よし。次行こう。対空時間。対空時間。もっともっともっと、あー、危ない、結構怖かった。これやっぱ意外とむずいんだね。意外とむずい。サスケ見てて、あ、これえ簡単じゃないって思ったけど意外とむずいね。やっぱ僕が一番最初にやって失敗したエリア、このエリア、これかなりむずいから、これかなりむずいから、これどうすんので、俺今から行くんだけど、うん、今履いてるのが、うん、なんとアクティバイタルのソックスです。はいはいはい、はい、なるほどね。アクティバイタルといえばゴリラグリップ。はい、圧倒的
グリップ力、グリップ力ね。ということでこれ検証したいと思います。なるほど、検証しながら靴脱いで試す。靴脱いでアクティバイタルなら、うん、この壁落ちない説。はい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 。あ、いいねいいねいいね。2度目はそう。これいけたらアクティバイタルの評価もかなり上がると思う。上がるよ上がるよ。あ、いいねいいね。グリップついてるね。グリップついてる。あ、ゴリラグリップ。おっと、いった、スタート。あー、痛い。いった、スタート。あー、痛い。いった、スタート。あー、痛い。今のは痛い。痛い痛い痛い。やばい、これで、アクティバイタルだから痛くない。いやでもやっぱこれいきなり滑るよね。これねすごいよ。クリラ、クリラ、クリアできる人、クリアできる人すごい、ね。うん、ちょっと、うん、俺もう一回やっていい。いいよ、気持ちいい、気持ちいい。もう怖くないっしょ。2度目の挑戦、負けたくない。これ靴下脱いでやってみていい？ダメ、裸足。それ反則。あ、いいよいいよいいよ。あ、インチキダメ。これ、これインチキダメか、はい、あ、ダメらしいです。そういうルールないや。そういうルールないぞ。ダメらしいです。裸足は、裸足はいける、いけて当然よな。はい、じゃあ、裸足の方が無理。滑ります。これ、いや。さあ、やってまいりました。次ですよ、問題はこれ。反り立つ壁、でかい。こんなでかいんだ、近くで見たら。一回立ってみて。いや、結構高いよ。しないもん。いや、すごい、マジで。どこまで登れるんかな。一回やってみよう、マジで。ああ、いい感じ。いや、高いわ。高いけど、いけなさそうではない。いけなさそう。あ、ほんと。いきます。お、すごい、すげえ。クリアクリア。あるな。拍手起こってる、拍手起こってる。一発です。まあ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 、余裕しょ。あ、いいよいいよいいよ。で、俺が挑戦する。サッカー系 YouTuber が反り立つ壁を挑戦してみたら。いきます。果たしてできるのか。上がれ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 。やったー。できたできた。クリア。これ子供用のちゃうの。子供から大人まで。本当に本当本当。お前やばいやつやった。だの最後は4分目でバカだあれは。はい、ということで、しょうちゃんプレゼンツ神戸ぶらり旅。ぶらりいかがだったでしょうか。ぶらりではなかったけど、結構アクティブだったね。結構アクティブ、結構アクティブ。ぶらりところか。もう、なんなら濡れまくったっていう。濡れまくりの筋肉使いまくり。筋肉使って、いやでもめちゃくちゃ楽しかった、ね。たまにはこういう動画もいいんじゃないかなって個人的には思うんだけど。いや、面白かった。俺らが、なんか純粋に今日楽しんでたのを、なんか動画撮ってた感じさ。うんうん。だからなんかマジでいつもはサッカーグラウンドで、サッカーのグラウンドでサッカーの企画やしとるかってやって撮りながらって感じだけど、今日本当に遊んでるところを撮ってただけだから、普通に楽しかった。普通に楽しかったし、ちょくちょくウィナーズ見てる人たちいたね。そうだね、ウィナーズファンが結構やっぱりたくさんいたね。そこの交流もチラチラあったりして、うん、楽しかったなと思って。楽しかった、楽しかった。これがもし楽しんでもらえるのであれば、まあ、嬉しいですね。みんなに楽しんでもらえるような動画作り頑張ります。はい、はい、ということで今日この動画が面白いと思っていただけたら、ぜひ
グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.